江戸山口の大江戸日記。大江戸日記のお時間でございます。しかしあれですよね、また緊急事態宣言が出るとか言ってますよ。この1年間夕方のニュースで仕事がないんで大体見てるんですけど、コロナの話がなかった日はなかったですね。毎日でしたね。しかし今回大阪にはびっくりしました。まあ戸締まりしてても入ってきますし、1時間時短にしてもね、結局はかかるとかかかるみたいな。各自がやっぱりって言うんだけど、どうしていいか分かんない。やることは一つでしょ、手洗い、うがい、あとはアルコール。俺なんか出かけるときちっちゃなアルコール持っててこうやってやったりしてますけど、皆さんどうなんでしょうか大変なことになりましたね。本当大変なことになりました。バンドの仕事が一切ないのが一番辛いですね。あと人の前で喋る機会、これしかないんですからさあ今日何回目だ、115回目かな。5回ずつ神さんと一緒にちょっとなんか昭和の歌でも歌おうかという企画で、やっておりますので、神さんちょっと呼んでみたいと思います。どうぞどうぞ、はい こんばんは。多分ね、この1年以上前から、これ1月から去年のね、これ YouTube を俺が始めて、それで結婚しても31年なんだけど、あ、そうなの。そう、付き合ったのは5年だから31年以上は、うん、知り合って。長いね。の割には新鮮だ。その割にはうまくいってるから、ね、君が俺に合わせてくれてるからね。ありがとうございます。こちらこそ。それでこの YouTube を俺がやることによって、この30年間ね一緒にいても多分のぞみも知らないことがあるわけじゃん。そうね。あ、そうだったんだとか、例えば冬木というのバンドの話とかね。そう軽く聞いてはいるけど、しっかりこう知識として根付いてないから、編集するときにやりながら、うん、ああなるほど、ああそうだったのかってこうつながっていく。それはこの間ここで冬木がうちに遊びに来たときに、いや兄貴の YouTube 見てさ、うん、兄貴と一緒にやってた雄三とやってたリズバンドブルースバンド、うん、あそうだったのかって雄三、うん、も再発見って言ってた、うん、冬木は冬木でメンバーとして俺が決めた仕事のとこ来てるみたいな感じだから、うん、バンマスの苦労とか分かんなかったわけだね、うん、そうだね、うん、あとあれだね、バンド屋さんの力屋さんとの付き合いとか、うん、勝さんとのお付き合いとか、そういうのものぞみそんなに詳しく知らないじゃない。そうね、その辺も初めて聞く話、うん、そうなんですよ、うん、それと逆にね、俺も知らないんですよ、うん、詳しく知らないわけ、いろんなことを結局で今日聞いてみようと思って、もともとその歌手になろうとか熊本で思ったっていうのは九州でいつ歌手になりたいと思ったのは、うん、はっきり思ったのは小学校2年生小学校何年2年生2年生か。なんかみかん箱の上で歌ってたって話したよね。みかん箱は歌ってないけど、なんせね、近くの神社で人前で歌ったのが、うんうん、初めてかな。それは小学校2年の時。2年の時。その時にちょっと、何を歌ったの？それはね、千秋直美さんの、うん、4つのお願い。小学校2年で。そう。4つのお願い聞いて、聞いてくれたら。で、次の3年生の時に、また違う場所で、のど自慢大会みたいな、ね、地元でね、ちっちゃな、うん、大牟田だっけ、そう夏祭りみたいな、大牟田、うん、福岡の大牟田、実家は今ね、今は移って荒尾になる。大牟田でオートバックスなんかがまだできる前に、そういうステレオとか車の部品、タイヤの交換とかのそういうお店、まだだから今みたいになかったんで、大牟田でものすごい繁盛したらしい。で、子供の頃タイヤ交換してたらしいね。頑張っていろいろお手伝いしてましたね。楽しかったですね。それで、スタダを受けるきっかけは何だったの？スタダを受けるきっかけは、いや、いつかその地方にもそういうオーディション番組が来るだろうなというのをちょっと待ってて、はいはいはい、なかなか福岡って来ない。はいはいはい、そしたらこうクラスメイトの子が応募のハガキを書いてたわけ、うん、で何の応募のハガキ書いてんのかなと思ったら、スター誕生の福岡予選、え来るのってことはもうその
15歳で受けたわけでしょ。そうだ、ところで中学でも歌がうまいって有名だったの。いや有名ではないけど、で歌が好きだっていうのはみんな知ってたわけだね。好きだ、うん、じゃあ応募してみればって友達が、高校1年の時に、はい、お友達が書いてたので気づいて一緒にこう便乗型で書か、うん、書いて応募したら、であれどうやって会場に行くの。そうそう、あの書類審査とかないの。ないないない、いきなり、うん、あの予選会場が福岡であって、うん、そこに行ったらあの横森良三さん、演奏してくださるわけ、うんうん、であのそれに合わせてワンフレーズずつみんな歌ってどん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 こう、何人ぐらい来てた。多分あの時700、800人くらいで、ただ私は本当に最後の最後の方に、うん、あの父の加減を伺いながら行っていいかどうかを許可を奪うのに、親父さんがむちゃくちゃ厳しいから、だからそういうのなんかとんでもないって話で、男の子が電話かかってきたらもうそれだけでもうめちゃくちゃ怒られる。そう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 、殴られちゃったこともいいみたいな、そう、そんな感じで父親の機嫌のいい時に行っていいかの許可を得て、うん、ほんで急いで行ったから一番最後の方だったんで、なんて理由で行ったの。いや、あの正直に言ってオーディションどうしても行きたいんだって、うんうん、まあお姉ちゃんなんて言ってたの。お姉ちゃんは何にもいつも反対しないで応援してくれるから、うん、それ言って最後の方で横堀さんの伴奏を歌ったんですね。そうそう、ただね、あの皆さんはこう譜面を持って行かれてたんだけど、うん、私譜面とか全然わかなくって、うん、持ってなかったからもう生歌でそのまま歌う感じ、うん、でキーの設定とかもう勝手な自分の音感で歌った。いやだって俺伴奏する方のキー伴奏はなしだったんだから、譜面持ってってなかったから、あ勝手にどうぞって感じなんだけど、アカペラで歌ったってこと。そう、たまたまそのみんな、曲は何歌ったの。コーラスガールっていう和田彦さん、和田彦さんのコーラスガール、うん、はい、をあのみんなね一緒ワンなんていうの、2フレーズくらいは歌って次次って感じで回されるんだけど、うん、フルコーラスっていうかワンコーラス丸々歌わせてもらったから、おっと思って手応えあって、おお、あれだ、自動車教習所であの実技で、はい戻ってくださいあなたって言って、あこれ落ちたなっていう、あそうそう、ずっと回って最後の出発点まで来ると、あれ俺よかったかもしれないあの感じねそれで結局その後どうなったので予選がとりあえず受かって、うん、で次は福岡のそのオーディションがあって、でそこで点数がある程度いただけて、うん、今度決戦東京に来て、だから福岡のその、うん、誰かが持ってきたね、あの福岡のジャージの上下着て歌ってた。ジャージの上下誰、私赤い、あれジャージじゃないんですけど、コーディロイのパンツだったんです。あそうなんだ、めちゃくちゃ九州弁で、あそう、あの時コーラスガールだって。あれもコーラスガール、全部コーラスガールで行った、大好きだったから、ね、それであの九州予選を通過して、そう予選って何人ぐらいいたの。予選はあれテレビ、テレビでは出ないんだよな。あ出る出る出る、そのためのオーディションに受かって、うん、10名選ばれて、うん、あ12人か補欠の人だから補欠なのかもしれないと思ってドキドキしながら、で何名ぐらいで10人10名2周分5人ずつ5人ずつ出て、あ、で東京決戦、うん、東京決戦、決戦大会って何人だっけ。7、8人だったと思うけどね。79年もう8年、8年だね、高校1年生デビューは高校2年になったから。ああそうかそうか、どうぞ。それであのビクターの飯田さんと久志子さんと第一プロのが挙げて、岸辺さんがそれで一プロ入ったの。一プロ最初のアイドルだよね。いやそんなことないと思うよ。いやでももっと昔はね、あのスリーファンキーズとかいた頃は別にして、あの純粋なアイドル系やったのは井上望が最初でしょ。あの畑中陽子さんも金井優子さんもいたから先輩なの。あのあ陽子ちゃんも、うん、金井優子ちゃんはサタンの先輩でもあるし、あでもその後はあれじゃない、松本のり子ちゃんとか原真由美ちゃんとか、ね、森口博子、うん、そうそうそう、ゆうことやゆうは関係ないよね。あ、うん、いらっしゃったよ何年か後にねということはそうです。それでスタダンで、79年にルフランで、うん、間飼の浩司先生の作曲で、はい、作者だったで山上道夫先生かと思う、と思う、間違ってたらここに正解だ正解ってあって正解だと思う、了解です、はい、さあ2曲歌いましょう。今日はね、のぞみが生まれて38年生まれだね、早生まれだね、うん、そうですね、6歳の時で44年の歌、小川智子さんです。聞いたことあるわけで、どっかで
馬道子さんはね、俺より1個下なの。49年生まれで、24年生まれね。で早生まれなんだ、1月だから、あの学年は一緒か。で子役でもずっとやってたんですよ。そうなの？全然やって、ひばりさんの映画うちに全部あるけど、役者さん、俺ディアゴスティーニで、ディアゴスティーニジャパンでひばりさんの本、ひばり心の歌って6曲 CD 俺が全部つけて、これを2年半やったの、月1本で、月2本でね、だから映画全部あるわけ、映画の紹介もあるから、もうひばりさんの映画にも出てるもん。へえ、そうなんだ、経歴すごいね。もう10代とかもう本当若い頃からやってて、それで、あの夕べの秘密っていうのが、68年、昭和43年に出て、なんだ、夕べのことはもう聞かないで、タララララ、タララララ、タララララララ、タラタ、そそすぎてしよう。これがね、ちょっと売れたんですよ。そんで、4曲目、69年の正月に4曲目で、今日今から初恋の人っていうのが出る。あ、これ4曲ね。でこれエピソードがあってね、これ有馬美恵子さんと鈴木純先生なんだけど、あの当時付き合ってたのがあのファクトリーレーサーの福沢幸男さんっていうレーシングドライバーと、いや小川智子さんが、そうそう、福沢諭吉のひ孫、で慶応大学で小学校から、さすが福沢諭吉さんの、そんで高校の時ラグビーやって加瀬邦子さんと同級生ですよ。ああ、そのくらいになるの。そんで福沢幸男も2人とも、加瀬さんも膝壊しちゃってラグビーやめて、で大学でバンドやることになるんだけど、あのなんか、あの加瀬さんの自伝の中にも福沢あの氏と土手かなんかに座って将来どうしようかみたいな話をしたって書いてあるから、これがレース場で亡くなっちゃったのよ、テストコース上で。あ、それ、そうだ、それで69年にこの初恋の人が売れてたんだけど、フジテレビの夜のヒットスタジオで有名でしょ、なんか見たの、この歌を聴くのに覚えるのにちょっと YouTube 見てみようと思ったらそれが出て、そう、吉村麻里さん司会しててね、泣きながらね、でもう全然泣いて歌えなくて、中村彦ちゃんなんかがね、泣かないのよってやってた、うん、これもう生放送だったから、俺なんかもすごいと思った、編集ができないじゃないですか、そうね、もうすごい印象残ってます。でも頑張って歌ってらした、うん、じゃあ有馬美恵子先生と鈴木純先生で、うん、これはハモリがそんなにないので、まあうちのかみさん中心にやってみたいと思います。で ギター一本なんで口で回すとすいません。グラリラタタタトグラリラリタタトトグラリラタタタンゴロックです。Oh,
したリズム見ててね、あ、そう、何にもやってないからね、もうちょっとティラレラサビです。やっぱりね、リズムボックスもないしね。でも考えたらね、そう、家内工業でやってるこの動画ですから、あるんですよ、下に行けばドンカマちゃんと打ち込めるし、いろんなもん作れるんだけど、今度ね、俺が作ったグループサンズのまるまる本物そっくりのやつで俺一回歌いますから、お待ちください。確かね、俺付き合った頃聞いたんだけど、アイドルやってて、まあ、いろんなとこ全国行って歌うじゃない、うん、当時はほら、昼の例えば情報番組の歌い手で入ったもんね。うん、あったあった、なんか司会が大きいボンドさんとか、そう、例えば青島幸男さんとかもやってるじゃん。こう今で言うならミヤネ屋みたいな、あの枠とかね、あの一番ケツに一曲で歌うっていうのやってたよね。その後松竹新喜劇2年やってんだよね。いや、吉本、あ、吉本か、うん、吉本新喜劇か、松竹新喜劇ってないか、あるのか、わかんない、あるかもしれない。吉本の新喜劇2年行ってんですよ。そうなんです。1年目は1年目はね、さんまさんの、さんまの駐在さんとか、駐在シリー、どんな役だったんだっけ、え、役はね、覚えてない、相手の女の子かなんか、本当にこの子ね、うちの雪と一緒にね、なんでも忘れる忘れるんです。で、2年目は何、2年目が今は亡き横山やすしさんの、やすさんの捕物帳って言って時代劇なんだけど、おかっぴの役か、そう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 、木村和也くんがデビューした舞台、一緒におかっぴやってた、ああ、息子の、そう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 、可愛かった、私よりちっちゃかった、一八くん、一八ちゃん、俺一八くんとはね、松本明くんの旦那、あこちゃんの、うん、元宮康和くん、太夫、原田龍二くんの弟、うんうん、それと木村一八氏が組んで銭堂っていう 2時間の V シネやったの、うんうん、俺なんかひどいよ、大学生の息子がいて やってけないって借金苦で、軽トラックの中で排ガスして自殺するやつよく殺されるよねそれでそれを助けに来たのが木村一八君と本宮君で、悪徳弁護士の丹波哲郎さんの息子と戦うっていう、で極道の役が安岡力也さん、うわーすごいねそうかそうかそうか、ね、そうか、木村一八君のデビューした年か、そう、舞台でね、慣れさせて、じゃあ駐在さんシリーズとさんまちゃん、だから俺結婚してるね、90年に、うん、それで関西の仕事、当時ほら坂東英二さんの土曜日のフジテレビ、うん、あ、関西テレビでレギュラーも朝、坂東さんにもよくお世話になった、あ、そうか、大阪でね、だからその時にみんな池野メダカさんとか石川きよしさんとかみんな、よ、英二さん、のぞみちゃんと結婚したんやて、よかったねってみんなに言われて、あれ、ええ子やないかとか、みんなさんまさんにも言われたもん、そうだよ、で、高坂みゆきちゃんもレギュラーだったんで、同級生です、同級生で、よくのぞみちゃんに勉強育ってました。あと同級誰がいるの、堀越の仲良かったのはトライアングルのあきちゃん、あ、今のあれか、有名な脚本家の、あ、君塚さん、君塚良一さん、踊る体操の先生の奥さんですわ、こんなこと言っていいのかどうか分かんないけど、あ、仲良かったな、記者と一番仲良い、今でもね、前後には誰がいるのかな、前後、聖子ちゃんは、あ、1個上、岩崎よしみちゃん、よしみちゃんと聖子ちゃんとか、チェリーズのかこちゃんとか、石原まりこだっけ、まりこちゃんは下、1個下、あ、1個下がね、高坂みゆきちゃんと同級と、そう高坂みゆきちゃんって13歳からほら金ちゃんの出たから、そう、だから学校なかなか行けないんで、のぞみさんによくノート借りましたって言ってたよ、うん、試験の時こう後ろにこうそれってやっぱブーじゃないの、書いたの後ろにって回ってたいいですね、よく覚えて、こういう話はね普段しないんですよ。でこれ改めてこの前だから
こうやってしてるわけで、ね、この間に飯食ってるこんな話するわけないですよね。ところでさ、で君の同級生になって言わないもんね。逆に言うと、ね、あ、そうか、こういうのぞみのことも知らないところたくさんあるし、うん、それはいい、いいことだね。俺の知らない、のぞみが知らない部分を出してるしね、ここでも。はい、2曲歌うってことで、はい、次はね、あ、歌詞をね、ね、ピンキーとキラーズやろうと思ってます。今陽子ちゃんってね、昭和26年生まれなんですよ。だから冬木と一緒かな、はい、68ぐらいかな、多分、うん、あ、そうなんだ。そう、昭和26年でしょ。だ元気でよく声で、ね、出る出る、だってあれだもん、泉拓先生の教え子だもん。みんなそうなんだ、うん、やっぱ先生のところに入って、そう、昭和42年に15歳でデビューするんですよ、シングルで。で、これ売れなくて全く、そんで翌年にピンキーとキラーズっていうのを結成して、うんうん、ほんで、あの、あれほら、歌さ、私は裸で小さな貝見せてる、バカでしょうがない涙の季節、それやります。岩谷徳子さんの作詞なんですよ。で、曲はもちろん泉拓先生です。で、これ4枚目のシングルです。ピンキラのね、270万枚売ったんだから。そうなの。でメンバー紹介します。ジョージ浜野さんギター、エンディ山口さんギター、パンチョ鏡さん、これはドラムです。ああ、ちょっとパンチョ知ってる。中目黒で店やってて、俺結構70年とかしょっちゅう会ってたの、パンチョ。そんでね、古いね、ルイス高野さん、このだからキーボードなしのギター2本のドラムと、あれだから恋の季節でも感想どうしようもないわけよ。そうすると「ルル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 」って声で結構やってた、キーボードがない、コーラスね。そう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 、キングレコードです。ピンキーとキラーズ、恋の季節から4枚目、69年に出ました。270万枚売ったというね、涙の季節、大丈夫ですか。いきますよ。帰りがない。
生で出しっぱなしだとね、歌いにくいよね。したことないでしょ。すぐかすれてくる。あ、割と声帯弱いよね。そう。パンチョさんどうしてんだろうね。パンチョさんこの動画見たら連絡くれますか。すいません。年あんまり変わんないとこ、ちょっと上ぐらい。さあ、この間俺が思い通りワクワクってテレ朝でやってたバウケンのね、アニメの俺がエンディングテーマを歌ったのね。そうだね。2年からのテーマ。したら。どなたかコメントで犬続きですよねって来たんだ。でそうなんだ、のぞみがルフランでデビューして好きだから、これで新人賞だね。で花音が悪魔とかやってる間にこの、デビューして何年目、このスパンコは。これ18歳の時に歌ったから2年目。16でデビューして、あ、じゃあそうだね、そうだね、おはようスパンクっていうテレビ朝日系のアニメ。これもテレビ朝日だった。そう、それのだから俺のバウケンとスパンクの犬つながり、ね、偶然だね。かけてくれって言うんで、すごいワンクラスだけ聞いてみます。はい、じゃあ行きますよ。はい、懐かしい、どこだ、これだ。たまに歌うのかな。歌わない、歌わない。聞くのも久しぶり。ということでございまして、懐かしい。今日はね、115回目だということで、はい、2人でね、江戸とのぞみの歌謡曲万歳。もう一回やって、もう一回。江戸とのぞみの歌謡曲万歳。ありがとうございました。ありがとうございました。